県内の医師や歯科医師らで構成する県保険医協会の11人が署名を呼びかけたり、署名はがきを同封したポケットティッシュを配ったりして廃止への反対を呼びかけました。政府は現行の健康保険証を廃止して、来月2日からマイナンバーカードにその役割を持たせるマイナ保険証に一本化していく方針を打ち出しています。最大1年間は従来の保険証も使える移行期間としてはいますが、病院などではトラブルが相次いでいることから廃止を危惧する声が上がっています。全国保険医団体連合会が今年8月に行った調査では、マイナ保険証を読み取るカードリーダーの接続不良や名前、住所の間違いなどトラブルがあったと答えた県内の医療機関がおよそ6割あったほか、従来の健康保険証を残すべきという声がおよそ8割に上っています。まあ、DX についてその安定しているわけではないんですけれども、やはり医療の入り口のところで問題が起こっているわけで、医療難民が出るんじゃないかという、今の保険証を残していただきたいというふうには考えております。集まった署名は今月中に国会に届ける予定です。今日取材をした県保険医協会によると、今後さらに増えるトラブルとして懸念していることがあるそうです。それが電子証明書の有効期限切れでマイナカードが使えないというケースです。電子証明書は署名用と利用者証明用の2種類があります。有効期限の5年を過ぎると市役所などの窓口で更新手続きが必要なんです。マイナポイントが付与される国の施策が始まったのが2020年の9月から、そして第2弾が去年まで続いていました。つまり今後この電子証明書の有効期限が切れる人が増えてくる見込みなんです。となるともちろん更新が手続きが必要ですが、更新手続きのし忘れや体が不自由、寝たきりなどの理由でマイナカードが使えないケースが出てくる、そして窓口が混乱する可能性もあると、医療現場はこういったことを危惧しています。実際に県内の医療機関ではすでにそうした事例もあるんだそうです。機器のトラブルやこういった問題をどう解決していくのか、早急に考える必要がありそうです。